さあ今回も Songs of Six やっていこうと思います。さあ前回はね、みんなの幸福度を上げるために食堂を作ろうと陶器を作ってたんですけど、まあ、コメントでですね、まあ、陶器いらないと教えてもらったんで、まあ陶器はまだないの？あ、入れてないのか。あ、これタイマーか。また間違えてるね。まあ、20個あると。多分じゃあ上のこの大食堂かその辺で使うのかな。だから簡易食堂作っちゃおうか。ちょっと小さめにして複数置こっかな。いろんな場所にある方がね、なんか町感があっていいんじゃない。まあ、ちょっと個人店ですよ。保管庫しかないけど、これどういう感じなの？置けないな。置けるか。2個いっときますか。じゃあとりあえず、さあこれ作ります。で、とりあえずね、今のところここ肉をね、どんどん輸入輸出していって、粘土を輸入すると。で、鉱石も輸入して、あと何か輸入するんだっけな。結構輸入していると。輸出に輸入にくらいでやればいいのかなって思うんですけど、まあ、お金はね、こんな感じで一応増えてます。うん、まあ肉をね、取れるように、ここでね、ハンターさんを3人雇ってますから。動物もね、いずれいなくなることはないかな。ないな。ちょっとね、徐々に牧場に変えていこうかなと思うですね。これ牧場、これ2人で 100% なんで、まあちょっと足りてないと思うんですけど、これ年間食料57ってことですよね。肉がどうなんだろうな。少ないよね。こちらの方が3人で600なんで、まあ人当たり効率で言うと、あっちが25かそんなもんで、こっちが200だよね。さあ、木が足りないようですね。さあ木こりもね、徐々にね増やしてってるんですけど、ここね、ここ製材所あるんですけど、これ一応プラス124なんで年間124ってことかな。今6人いるんでね、結構人口が66人しかいないから、まあ1割くらい入ってるというとこで言えば、使いすぎな気はするんですよね。で、食料関係が一応3割あるといいんだっけね、人口に対して。まああるんじゃないかな。で、研究はね、まだ進んでいっていて、まあここね、図書館4人入ってます。とりあえず今はね、資源を使って効率を全体的に高めていこうかなと。これ効率は 100% だね。 OKOK。 低いところもあると思うんで、ここね、これ 50% しかないんで、補助のやつを置かないといけないと。これ2ついるね、少なくとも。ここでいいかな。よし。これ 100% にしていくよと。全体的に。これも100だね。ここは100じゃないでしょうね、きっと。さあ、録画が止まってね、ちょっと取れてませんが、ここもね、補助で置きまして、ここの4つは 100% になったと。で、ここもいるかな。まあ、今あるものは全てね、100% にしていくと。でかいね。でかくないですか、これ。これはまあ、このメインのやつも置けないからいいんだけど。本当にこれいるの？もう置くしかないか。ちょっと衝撃だね。ああ、これ折り聞きがでかいんだな。入り口大丈夫？これ。この辺じゃなかったっけな、確か。入り口封鎖しない？オッケーオッケー。まあまあ、できるんならいいですよ、全然。そっか、じゃあ、こうメインが大きいやつは、建物としてもちょっと大きめに取らないといけないね。これで全部大丈夫だろうと。で、簡易食堂できてます。ここね、8人まで入れて、魚やパン、果物、キノコなども入るらしいね。で、ここに関しては、なんだっけな、サービスでいじるんだっけね。あ、9人増やせるよ、9人。
ちょっと待って、めちゃくちゃ増やせるじゃん。食料の、ここだよね、これ。食料配給プラスで、これ多めに配れるんだよね。なんか違う気がするな。関連サービス施設からのみって書いてあるけど、食堂ではないんですかね。9人、8人。ああ、じゃあ人間増やそうかな。はい、3人。これ食料系に入れたいね。じゃあ追加の人員はあれ。ああ、なんかマイナスになってるね。労働者が足りないと。人は増えてるんで、何が問題かもとりあえず増やすか、じゃあ。とりあえず余らせて、ここを言って3人、2人か。2人いるかな。いるか、多分。いりそうだね。ここ6人もいる。1、2、3、4、5。まあ、いるっちゃいるか。人数に対して同じだと多分100%になっちゃうんで、フル稼働はしないんだろうね。で、フックは未だに余ってないんで、これ増やすしかないね。増やしましょう。どうしよっかな。まあ、増やすしかないか。おっきめだよね、じゃあね。ここは布使いましょう。今はね、革使ってるんで。こんなもんかな。で、これですね、QE でね、こうやって減らしたりできるみたいで。これはこう。これはこうなのかな。もうちょい、あればこれ増やせるな。拡大してみようか。なんか変な形になった。なるほどね。じゃあこっちも増やそう。で、こっちは減らそう。調整してね。これ包丁代入んないと思うけど。これ無理だね。金属288個って書いてあるけど。こういう風にできるよと。これはどうなってる？こうだね。これ自体も消さないといけないんですけど。これ誰か。対面に5個。片面5個の10個置いてるんだね。それは無理だよね。これが1列だな。なるほど。でも、並べた方が面白そうだけどね。工場っぽくていいよね。仮押さえしとこう、じゃあ、ここ。これでまず始めます。で、これをこう、バーって広げていく感じね。倉庫もね、こうやって置いていくみたいで。ちょっと試してみたいね。まあ、これ、結構木も石も使うんで、終わった後。だと思うけど、行ったり行ったり、増やせ増やせ、人増やそう、人狩りしてもいいんだよね、これね。下だな、下に作ろう、下に。この森の向こうに作ろう。この辺なんかあるしね、いずれ使えるゾーンね。狩りもこれでいいんだよね。これ多いかな、何個だこれ。4個になってると思うね。補助台置きましょう。そして。あっちが補助台置いたかな？この補助台も対面向きになってるね。まあ、ここでいいか、じゃあ。置きすぎなのかわかんないけど。で、ここに建築のね、マークをつけてと。ここで2人。人間追加と。さあ、人間22人、クレトニアン27人と、この2つを主軸にね、この頃に反映させていこうと思うんですが、ちょっと木を切ります。石もいるかな、そろそろね。こ
この辺にこうやってあるんで、ここで木と石取ってね、広げていくよと。さあ、いいぞいいぞいいぞ。人がもうじき100人か。人口100人まず目指したいね。今問題なのは食料不足でしょうね、明らかに。ちょ、狩りの効率上げられないかな今。どう、野菜栽培、あ、これ野菜栽培もあるんだね。果物行こっかな。果物かな。健全で大きな果物を取る生産量が上がると。狩りってないんだね。品種改良、家畜をさらに太らせる。あー、家畜の方の肉の生産が増えるんだね。狩りはないんだな。じゃあ、じゃあ畑作るか。今は秋、春、秋か、ちょうどいいね。もうこの辺肥沃なんてないんですけど、灌漑っていうのはいつもうできるんですかね。灌漑みたいな排水水路、これできないかな。やってみる。これちょっと やっとこう。あれがね、肥沃度を高めてくれる。で、水産も多分、もう、今いつでもできるかな。やってないだけでね。でか果物農園。65% の肥沃度。年間71個。農民が3人。効率悪いよな、やっぱり。上げてどんだけ変わるかだよね。まあ今、研究としては正直一番攻めたいのはね、まあいろんな施設というよりかは、これね、これ。外交関係上げることで、上げちゃうね。これ肉を高く売って、今肉売ってるんですけど、肉高く売って、他のものが安く買えると。前回8で売ってました。今はどうでしょう ?10 ですね。結構上がりましたよ。で、粘土買う価格も、多分下がったと思うね。もう満タン買うか、これちょっと。ちょ、多めに買おう。あ、そう、できた。小さいね。で、これ多分効率悪いから、50% でしょ。補助台を同じように置いて、多分22で置いていけば、まず間違いないと思うんで、ここで布を使って、売るかはまだ分かんないね。これ、まあ全体の効率が高まったはずなので、なんでそこにいんな、こいつ。これで、家具とかは作れるはず。で、レシピは布を使ってるんで、布が22で、革が1.5だから、革の方が多くなるんだね。とはいえ、布の方が作る量は多分同じ時間なら、22と 1.5 なら、ね、スピードが違うんで、助かるはずです。畑やれないなぁ。さ、水路はどう？水路これできてんのかな。終わってる、これ。ああ、終わってるっぽいですね。ここだけ水ないように見えるけど、もしま、水路もちょっとやってね。灌漑ですよ。あ、人口減ってる気がするな。死んだかな。墓地には稼働中、サービスは1。これちょっとここで倉庫試そうかな。てかやってないけど、こちらね。今作ってなかったけどね。倉庫併設しちゃうか。あった方が便利だよね。で、コンテナをこれでこうバーってやっていくと、これどっち向きになるんだろう。こうやって積んでいけばいいのかな。違うか。真ん中に置いていけばいいんだね。あー、真ん中こうじゃない。あ、いいね、いいね、いいね。あんま想定とは違うだろうけど、まあ明確じゃないかな。切っていいよ、そこ。よーし、いいぞいいぞ。食料51日分。まあ不安定ですかね。肉売り続けてるんでね、正直わかんないですね。さあ、炭がいっぱいになりました。麺もいっぱいになりましたね。これ増やしましょう。お受け取り可能にしていこう。どれだ？これか。500で、炭は500でいいかな。全体でね。で、皮ちょっと受け取りましょうか。こ
これ。川をこれか。よし、まあここまだまだ空きあるからちょっと使わせてもらってね。で、ここに人入ると思うけど1人にしたいね、この倉庫は。でここ今2人入ってます。あれ2人だけ？テーブルなんでなのこれ。これだって対面1個ずつだよね。片面1個ずつか。だからこっちでも立てると思うんですけど。あ、だよね。OK。じゃあ4人で OK です。いいです。じゃあ足りなくない？その補助具は。あ、半分でいいんだね。あ、いや違う。4個あるわ。4個じゃないし4個あるんで。それが適正なのかなと。さあ、お金は軍ですよ。でもめっちゃ使ったね。1回ね。買うもの買えたんで仕方ないだろうけど。これ鉱石1回もあるから次粘土買うと。そこ満タン買っちゃおうかな、もう。交互に、まあこっちでも買ってもいいんですけどね。ちょ、買うか。買い支えよう。ちょ、少なめに買い支えよう。常に一定にする感じね。これで耐えて、んどうした？なんか遅くなってますけど。なんか問題があったのかな。で、次トイレですね。ちょ、街中に一個くらいトイレないとね、良くないと思うんで。食堂の横はトイレでしょ。でかくなりそうだな。小さめでちょっと置きまくろっかな、それかね。さ、建物に、なんか隣接してるじゃないですけど、その建物の中から行けるみたいな。中からも行けるみたいなね。でかいね。置けないよな。どのレベルにしても置けないね。こうか。いや、ダメだな。これ小さすぎました。洗面台があるから、こうなっちゃいますね。扉がないのかな。あー。じゃあ、ここダメなんじゃないの？外から行けないといけないんですかね。あれじゃダメだよ、的なこと言われてますけど。で、この倉庫に一人入れといて、肉ですね。肉、卵、皮を入れれるようにすると。まあ、肉かな、メインは。卵なくなってるよね。売ってないと思うんですけど。この後肉の割合変わっちゃうと思うんで、まあ、4100個以上売ると、2600以上売ろうか。じゃあ。これでも調整すれば全然ね、持つと思うんですよ。あ、さ、エネミー現る。お、なに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 、え、何の話これ。再びごきげんよう。君は支払い忘れてしまったようだね。愚かなことだ。しかし気にせずともいい。我らは我らの手で、本来我々のものであるべきものを回収しに行くつもりだ。リッチの領域に反乱が出ましたと。なに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 。ワールドマップで見るかな？リッドリッチってどこ？自分の場所さえ定かじゃないんですけど。我々がいる場所のことなんだよね、きっとね。うちはどこにいるんだ？そもそも。ワールドマップの見方がよくわかんないんですが。最悪軍がいるのかな？あ、うちこれかな？あ、これ反乱軍だね。15人、反乱者。貿易、うちはどこにいるんだ、俺は。じゃあ、まあ、軍整えますかね。ちょっとこれは、次やるべきだと思うんで、ちょっと、1回目の報告、なんか、ゲーム速度が一番になった時あるんで、あの時なのかな？しか考えられないですけど。ちょっと軍が必要です。つまり、ガルシミアン、彼らは戦闘を愛していると。人口が地味に減ってるんですよね。人口の数ってさ、見れるよね。全選択、これほら。人口の数じゃないか、中性の数か。人口の数は、これ減ってるね。死んでるのかな？異常死か。
何によって減ってるかわからないですけど、各種族別で見ても変わんないかな。ちょっと情報がないですね。あ、ここのここ。やっぱ減ってるよね、これ。じわじわと。一人か、とはいえ。人間も減ってない。あれ？じゃあガルシミアン、クレトニアンか。クレトニアンだけ減ったのかな？さあ、なんか反乱軍らしきものが出てきたので、と戦争ですよね。まあ、軍事にある、この訓練所。ここで領民を兵士に訓練すると、これが必要なはず。全然人余ってないですけど、それで言うとね。ちょっと肉の売る量を調整して、できればいいかなと。まあ、これの量が主に、我々の食料関係ですからね。畑はこれは、果物がいるんだね。じゃあ果物最後に取っときますか。果物、果物。ここに果物があると。ちょっと範囲広すぎますけど。果物、これだね。あと、ここもそうかな。これで回収できるよと。で、まあ、これでいいかな。果物を置いといて。よしよしよし。あと、卵も一応置いとくか。さあ、一応、軍団戦だね。勝てば奴隷が手に入るのかな。あれ、攻め込めばいいんだよね、うちがね。か、攻め込んでくるのかってことですけど。